C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion. Place à Yu-chan, Are-chan et Yuri-chan qui vont nous présenter les choses à savoir pour pouvoir profiter agréablement de votre séjour au Japon. Cette semaine, nos trois amis nous présenteront des spots photos qui remportent un franc succès auprès des visiteurs étrangers. Découvrons-les sans plus attendre. Japan in やばい、なにこれ手裏剣投げてんだよ。投げてたわ。みんな掴んでね、こうやってピッピッて。はい、アレクです。そしてユリコタイガです。どうも。ヒュー、かっこいい。今日はめっちゃかっこいいね。今日はかっこいいよね。決まってる。今日かっこいいね。声が変わった。Dans Japan in Motion, la japonaise Yu-chan, la russe Are-chan et l'italienne Yuri-chan se balade un peu partout pour nous présenter les bons plans malins pour un séjour réussi au Japon. Cette semaine, nos amis vont se démener pour prendre de superbes photos pour les réseaux sociaux. Voici la station Gotokuji de la ligne Odakyu qui fait parler d'elle ces derniers temps. Ici, c'est le maneki neko de la ville. Nyan nyan. Maneki neko, c'est quoi? Maneki neko, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi?突っ込まれてるわ、もう先に。そう、招き猫はこう片手の手をそう上げてて、こう招きをしている。何の招きしてんの？おいで。服とおいでちゃうわ。おいでちゃうわ。何の招きな？おいでやけど、お金とか服を呼ぶ。お金欲しい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 。じゃあ豪徳寺住んだらお金持ちになれんの？そんなことないわ。そうか。何何何。違うわ、全然ちゃうわ。まあ今日は、はい、とりあえず招き猫の写真を20枚、うん、各20枚撮っていくとご褒美がもらえるらしいの。え、マジ？そう、ご褒美あるの？ご褒美、お金ちゃうで。やった、金やで、金やで。何何何何ちゃうから。何何何。書店街の中を歩きながら招き猫と一緒にこう写真撮っていこう。あ、撮ろう。はい、レッツゴー。ご褒美、ご褒美、ご褒美。お金、お金ちゃう、お金ちゃう。見て見て見て、あ、これ、あ、いるいる、見て、猫がいる。めっちゃいもいるんだ。で、しかもめっちゃでかいやん。わー、めっちゃでかいやん。これ太い眉毛してるね。飼われてる猫だよ。鈴ついてる。はい、チーズ。かわいい。あ、いい感じ。Première photo pour Yuri-chan。なんかほんまはここになんかこうテラがあって、そのテラでなんか飼われてた猫がタマやったらしい。ほら、飼われてるじゃん。そう、あ、そうなんだ。猫タマっていう名前やったらしいね。タマちゃんだ。これは、そう、豪徳寺テンプル、その豪徳寺のお寺が、テンプルって、お寺からちゃうで。テンプルちゃうからな。テンプルはお寺。お寺か。Elles partent donc à la recherche des nombreux manekineko dissimulés dans le quartier pour les photographier et ainsi empocher la récompense. でも一人目が見つけたから、見つけたら私たちは撮れれへんってこと。マジ？やばい。Et voilà la première photo de Yu-chan. Fabriquen って書いてる。え、ここ。かわいい、ここ。これケーキ食べるし。え、ちょっとなんか、あ、めっちゃかわいい。何これ？プリンセスケーキ。え、めっちゃ美味しそうこれ。こんにちは。これって何でできてるおケーキですか？おケーキですか？スポンジの中にラズベリージャムとホイップクリームが入ってる。めっちゃめっちゃ美味しそう。この緑のやつって何入れてるの？じゃあマジパンです。マジパンか。わかるの？わかった。あれだよ、ケーキの上にピヨンって乗ってる人形とかの。え？え？あ、まあなんかそのちょっと人形作ったりとかする、なんかガムみたいなやつってことやんな。え？そうですよね。ガム？それ？合ってるって。ガムちゃうけどな。何やってんの？取って入るの。ここさ、こう書いてるやん。何してんねん。なんか二人でこんなとこに来てる。プールって書いてるやんか。え、ここで頼まなあかんねん。で、ここで買って、で入ろう。じゃあ、アリちゃん買って。アリちゃん買って。またうちがお金出す。私たちの猫やん。ほら、右手あげとくから。
あ、それも買うの？なんか言って、なんか言って川崎。川崎なんか言って。それも美味しい。なんか何も言わんと置いたよね、今。かわいい、それ。かわいい。この緑っていうのがなんか面白いよね。これちょっと、写真撮りたい。Ces gâteaux appétissants ont fait oublier leur mission à nos amis. Ça ne présage rien de bon pour la suite. Hey guys, this is Candy Cat. 皆さん、映えてますか？私もほぼほぼ毎日インスタ頑張ってます。例えばこの写真、大阪に行った時に撮りました。日本は映えるスポットが多くて本当に飽きないです。ということで今回は外国人と日本人にどんな映える写真撮ってるか聞いてみたいと思います。最初は Let's ask Japanese avec Cathy Cat. Découvrez ce que pensent les Japonais. Let's ask Japanese. これですかね。前長崎行った時にあの旅行で夕日がちょうど落ちてるところのバスの中から撮ったんですけど綺麗だったんで、本当にバスから撮ってると思わないぐらいの映えかなと思ったんで、はい、これに選びました。これ自分なんですけど、なんかイルミネーションの時期だったんで当時が、でその時友達に写真を撮ってもらったのがその1枚。いいじゃないですか。ナイスナイス。やっぱ自分にとってなんか映える写真は何が必要なんですか？光とか見てもらうってわけですから、なんか希少価値のあるものとかあったら結構いい匂いがつくとは思います。なんかあこれすごいとか、夕日とか夕焼けとか綺麗に写ってる時はすごい綺麗じゃないですか。いつも見てる景色なのに、それが一段となんか光り輝いてて、あ綺麗だなと思った瞬間に撮るとなんかいい写真ができるのかなと思います。これです。これ京都に行って卒業旅行で男女で浴衣着て撮ろうみたいな、茶の宣伝のような、めっちゃイケメンじゃないですか。そうです。それもやっぱ映えの一個には入っちゃうんで、まあ、変なイケメンが映える、イケメンがも映えてます。地元の近くにあるカフェのシャンデリアなんですけど、あの時間スタンプが載ってるんですけど、ってことは撮ったのは携帯じゃないんですか？フィルムっぽく撮れるアプリみたいな今流行ってるじゃないですか、あれで撮りました。あみんなに撮ってインスタ映えする写真のネタは大体何だと思いますか？その女の子メイクの化粧品あげてるのとか見ます。装飾して加工してみたいな、もうなんかあるあるですよね。あるある。ブランド物の財布置いたりとかね。自分が作ったお洋服の作品撮りをした時の写真です。うわかわいい。あなんか写真一緒にあの例えば自分の作品とか必死に撮ろうとしてる時になんかたまに失敗とかなんかありますか？こういうのとかありますよって。これ私なんですけど。違う違う、これ私の顔。違う違う、なんか指示出そうとしたら撮られちゃったみたいな。こういう風にやってほしいんだけどって。こういうのはよくあるパターンですね。よくありますね、これは。これで全ての質問でした、はい、ありがとうございます。うんうんうん、 well, well, well. そうですよね。映える写真を狙って失敗することが多いですよね。例えばこれ、いい感じの写真撮ったと思ったんですが、ガラスに映ってる私の顔がとんでもないことになりました。でも逆にこんなものがインテレスティングかもしれませんね。今度私のインスタにアップしたいと思います。どんなリアクションが来るのかな。さて後半は外国人に聞いてみましょう。 Don't miss it. Stay tuned. てかご褒美がマジで100万円のなんかあれかもしれない。えぇーゴーゴーどこにあったあったあった私最初かあったじゃあゆうこっち。おい私どっちでもどっちも見たよ。どっちでもだよ。真ん中に見たよ。こっち。Grâce à ce restaurant de ramen, Yuri-chan peut prendre sa deuxième photo.この野菜たちで作るってことはなんかな、こういうのとかやと思うよ。こうなんかえそうなの、これとかを入れてのやつやで。ここはどんなお店ですか？ここは
あっちに八百屋があるんですけど、そこの次にできたお店であっちの野菜を使ってサラダとかサンドイッチとかあとスムージーとか作ってて、スムージーは外に置いてるやつですか？はい、そうですね、あちらから置いてる。スムージーはやっぱり一番おすすめですか？そうですね、なんかスムージーをあそこの前に置いて買っていただくと、でこっち来て、あサンドイッチもやっぱ一緒に食べたいみたいな、セットで買いたいみたいな。なるほど、もう営業ちゃんと売り方を考えて作ってるんですね。招き猫よりスムージーで招いてるわけね。ちょっとうまいこと。あ、なんか緑のやつがないな。緑の飲みたかったら。あ、しかしあるね。あ、ビーツあるやん。ビーツってボルシチに使われる赤株やで。アリちゃん買って。うちが買うの。Pas de mannequin éco pour cette photo. Mais Yori-chan ne perd pas une occasion de prendre une photo. Attention les filles, n'oubliez pas votre mission. Sinon, la récompense va vous filer sous le nez. Yu-chan a réussi tant bien que mal à faire sa deuxième photo. これはこれいけるよね。しかしあれ確かに招き猫じゃないよ。招き猫じゃないよ。あ、中もある。私が行こう。すいません、招き猫の写真って撮っていいですか？でもちゃんがさっきに見つけたから。ここちょっと待って、うちが聞いたのに。Yu-chan a un peu forcé la main de ses copines pour sa troisième photo. Tout va bien pour Yu-chan et Yuri-chan. On dirait qu'elles savent y faireAre-chan, t'es sûre que ça va aller? Ah, bien sûr! Oh, non, quoi! J'ai dit, tu l'as vu! Nani, quoi! Kawaii! Nani, quoi! Kawaii! 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 Kawaii!英語とかで下で書いてあるから分かりやすいやん。豪徳寺、豪徳寺。あ、マネキン猫あった。やった。マジかよ。もうなんやねん、もう。やばい。Tout roule pour Yu-chan. Déjà 5 photos. Laissant la rue commerçante derrière elle, elle se dirige maintenant vers le temple Gotokuji où sont, paraît-il, nés les mannequins Neko. Après environ 10 minutes de marche, les voilà arrivés.En approchant du temple, nos amis sont particulièrement excités. La photo d'Are-chan saura sûrement enflammer les réseaux sociaux. そう、しかもなんかもう中に松松。松？だから松茸とか入れんちゃうかなと思って。これも松？松。綺麗そこ。桜がめっちゃ咲いてるやん。前回全然咲いてなかったけど、今が桜じゃないですか？ La dernière fois, elles étaient restées sur leur faim. Mais là, les cerisiers sont en fleurs. Évidemment, une photo s'impose.Elles franchissent le superbe portique et pénètrent dans l'enceinte du temple. Konnichiwa. I'm sorry. I can ask you some question for TV. Thank you. Shabette mi. Where are you from? Australia. 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 How old are you? なんでやねん。知ってるよ。それじゃねえよ。あかん。知ってる英語が。When?Come to Japan. We've been here for 4 days. Yeah, we got here on Tuesday. Tuesday. Is the your first time in Japan? My first time. My second time. Second time. Wow, so cool. And why you know this temple? It's famous in your country?No, I think we just googled it. We saw the cats, so... Oh, oh my God! やっぱり招き猫ね。招き猫のために来た。あとは日本で何にするの？You は何し日本ね。Is it why you are in Japan? Oh, just her birthday. Oh, happy birthday! Happy birthday! Congratulations! お誕生日だって。Happy birthday, dear! Your name? Alana!ありがとうございます。Happy birthday! Thank you! ありがとう。Thank you! Thank you!
可愛かった。すごいね、お誕生日に日本を選んでくれてんだよね。Cette rencontre avec des touristes australiennes a donné la pêche à nos amis qui mitraillent de plus belle. Il faut dire que l'atmosphère s'y prête. Hai, piro piro shite. Piro piro shite. Hai, piro piro shite. Dewa.なんか幸せな気分になったわ。うん、あったでしょ、そこ見えるやん、ここまで。あった、超ある、超ある、めっちゃ走るやん、めっちゃあんで。これ何？これはね、願い事書いたりとか感謝のこと書いたりするためのピンポン。フランスも書いてる。フランス？それ、なんて書いてんの？ちょっとフランス人じゃない、フランス人じゃない、わかんない、全然。Après un petit passage à vide, quatrième photo pour Yuri-chan. Quant à Yu-chan, elle en est déjà à sa sixième. Qu'a-t-elle bien pu voir pour être aussi excitée? Hey, welcome back! 外国人が日本で撮った映える写真ってどんなものなんでしょうか？私の最近マイ映え写真はこれなんです。ロリータとバイクのスペシャルコラボです。どうですか、このギャップ。まあ免許持ってないですけど。ということで、日本にいる外国人はどの映え写真を撮ってるのでしょうか。 Let's ask foreigners in Japan. Et maintenant, place à l'interview des étrangers. Let's ask foreigners. Where are you from? We're from the Netherlands. Yeah. Yes, this one.It's a Japanese restaurant with a sakura tree in front of it, Akihabara. Do you feel like the Japanese spirit, or how did it make you feel? It feels really traditional, in between really tall buildings, so it's modern side of Tokyo and the traditional side. It's near the Robos Cafe. What do you think makes those pictures that you took so picturesque? Because it's different from anything else in the world, really. Almost not real, kind of surreal. Yeah, kind of. Yeah, yeah. This is my favorite. This is Mikkel, who has experienced the Japanese metro station. So this ceiling is a little bit of a problem for you guys.Yeah, exactly. I think the ceiling and the pissoirs as well, they are hanging quite low, and we can't see anything. When we stand up in the metro, we can't see outside the windows, but everything else is just awesome. So what's the very first picture you took then when you came to Japan? Can you show that to me? Well, actually, I arrived at the wrong train station where he should pick me up, so I was pretty lost. I told her to come to Shinjuku, and then she went to Shibuya, and I was searching for her. She was like, yeah, I'm at the West exit, and I'm like, are you sure you're at the right station? Yeah. So he asked me to send him a picture where I am. So hopefully he recognized the place I am, but he didn't. He was like, oh, but you're wrong. You're on the wrong station. I was like, what? But in the end, you met up, and now you're here. We met up. We made it. I went to a concert, to a K-pop concert, in front of like a big building. And one of my friends who really misses me, like my best friend, edited herself in there. And it looked so realistic. This is my friend, and this is me, like on the left side. What? Wait. Yeah, it's really good. So the girl on the left is actually not on the left. No, she's not. That's some serious editing quality there. So if you can't travel to Japan, just edit yourself into the pictures of your friends. Those pictures are all amazing. They're all fantastic. Thank you so much. Thank you. Oh my gosh. 映えのために人を合成するってすごいですね。ちなみに私この前に撮った映える写真はこれです。ゆりこタイガとカッティキャットのコラボ写真です。実は私たちは前から友達でよく東京で遊んでます。どうですか、合成写真じゃないですよ。日本にいると本当に映える、場所、物、人いっぱいでとっても楽しいです。皆さんも映える写真いっぱいいっぱい撮っちゃいましょう。それではまた次回、 See you soon! バイ。Nos amis sont partis à la recherche de spots photos pour enflammer la toile. Espérant obtenir une récompense, nos amis sont arrivés au temple Gotokuji pour y prendre des selfies avec des mannequins échos.
mais on dirait bien que Yu-chan a découvert quelque chose. Manekineko ippai aru! Hora! Manekineko ippai! Sugoi! Mechcha ooi yan, kore. On trouve ici plus de 1000 Manekineko. Ce sont ceux que les gens qui ont fait un vœu ont rapporté au temple une fois que leur vœu s'est réalisé. Visiblement, ça marche. Incroyable, non? Nos amis mitraillent de bon cœur. Avec un si grand nombre de photos de Manekineko, elles ont bien mérité une récompense chacune. Découvrons maintenant les animaux porte-bonheur à travers le monde entier. En Italie, aux États-Unis et en Angleterre, par exemple, la coccinelle est réputée pour favoriser une récolte abondante. Dans le monde entier, la chouette est considérée comme un ange gardien. Dans bien des pays, le lapin est le symbole de l'essor et le serpent est réputé pour attirer l'argent. Au fait, en Russie comme au Japon, le chat est réputé pour attirer les clients. Nos amies, elles aussi, ont décidé d'écrire leurs vœux sur un aimant. Elles s'appliquent l'air sérieux. Quels vœux ont-elles bien pu faire? あんまりなんかお願いすることなくて、だからなんか幸せであるべき人たちがハッピーになりますようにってこと、今年がいい年になりますようにってこと、なるべき人たちがってところが、そうだって悪い人たちがあかんもん。自分はいいと、もう他の人たちが幸せになってほしい。うちはもうなってるから。だってヒューの番組に出てることがもう最高に幸せだから。終わった。真ん中の自分は幸せになりたい人が、はい、なんかお金が見えたんだけど、お金がちょっと待って、お金が見えたんだけど、ロックバンド、今年ロックバンドデビューさせるように、お金に対して安心になりたい、うん、今お金に安心じゃない今お金に安心じゃないのね安心じゃないのね、うん。Rusé, Yuri-chan et Yu-chan ont réussi à persuader Are-chan de leur acheter un Manekineko.Les vénardes. La prochaine fois, nos amis continueront à prendre des photos qui fleurent bon le Japon. Nous les retrouverons à Harajuku, le quartier en vogue, pour des photos particulièrement cool.